伝統的な礼装の警官現代の一般的な外勤警官本校ではイギリスの警察についてもべる。戦死時代には治安の維持は部族、家族によって行われていた。43年古代ローマによる征服が行われるとブリタンニア族州ではローマ式の軍隊による警察活動が行われるようになったが、その支配地域外では従来の体制が持続していた。 5世紀に入ると、ゲルマン人の侵入を受けたローマ帝国の混乱により、ブリタンニアが終焉を迎えた後、イングランドでは、アングロサクソン人の侵攻、移住による7王国時代が幕を開けた。アングロサクソンでは、各人が行動を及び、地域の平和に責任を持つという原則があり、これに基づく、ン歩組織が、警察活動の基本となった。すなわち、 自由市民はすべて事実上の警察官であり、犯罪が生じた場合には、言い合わせた住民はその犯人を逮捕、処罰する義務を負うこととなった。これを象徴する制度が、共感追跡であり、林保組織の長は角笛を吹き、大声で歓声を上げながら、犯人を追跡しなければならず、また、周囲の住民も、その指揮に従って、追跡に加わることが義務付けられていた。 この協力を怠った住民に対しては制裁が課せられた。ノルマン人による征服後もこれらのリン保組織による警察活動という原則は踏襲されたが国王の権力強化に伴ってその代官たる州部行による監督が強化された。より近代的な警察機能として12世紀末のリチャード一世の時代に地域の名詞を選んで犯罪者の取り調べ、 処罰を委任するという治安判事が登場し、エドワード三世党地下の1328年に制度として確立された。またこの時期、法執行を業務とする無給役人であるコンスタブルも登場しており、14世紀以降、治安判事の統制下に入っていった。しかしこの時期においても、共感追跡の制度は依然として有効であり、その式は、 コンスタブルの任務の一つであった。コンスタブルは地域住民から選ばれる一年任期制の役職であったが、一般的に極めて不人気であり、後にはコンスタブルから給与を受ける代理人がその仕事を代行するようになった。このような経緯より、おおむね社会的評価は低く、手当は安く、職務に必要な知識、体力を備えていないことも多かった。 17世紀の新京都革命後、オリバー・グロームウェルによる五国共生時代には、一時的に軍による憲兵警察制度が施行され、法執行は格段に効率化されたものの、伝統的習慣への干渉のために極めて不人気であり、王政復古と共に従前に復した。その後、ジェームズ2世は、同種の警察機構の復活を期としたが、やはり反発が大きく、 名誉革命による失脚の一因となった。これらのコミュニティに依拠した警察機構は18世紀以降の工業化に伴う都市化によって次第に破綻を起きたすようになっていった。このことからロンドンのボーストリートの治安判事法廷で判事の任にあったヘンリー・フィールディングは従来の無休、素人コンスタブルの代わりに捜査に精通した者の,の必要を認め、 1749年、シーフテイカーから6名を選任して、ボーストリートを巡殺隊を組織した。この隊は極めて能率的に活動し、地区の犯罪を大幅に減少させたことから、全国的に有名になり、現在では、英国の近代警察の方がと評されている。政府も、その有効性を認め、1797年には、隊員を指揮官とする68名のボーストリート徒 ケーラ隊、1798年には、テムズ川ケーラのための水上警察を設置した。水上警察の設置に貢献したパトリック・カフーン、治安判事は、さらに進めて、単一の首都警察隊の設置を提唱したが、同時期のナポレオン・ボナッパルトのフランス第一、訂正における、秘密警察体制が連想されたためもあり、実現しなかった。 また1811年のラトクリフ街道、殺人事件を契機として、1812年には、リチャードライダー内務大臣によって、警察制度の改革を起とした特別委員会が、設置されたが、これも反対を受けて挫折した。しかし、当時、英仏戦争終了に伴う、戦後の停滞や、労働紛争の激化を受けて、急進派戦争に代表されるような創場。 騒乱事件が多発し、警備警察の重大問題となりつつあった。大部分のコンスタブルには、暴動鎮圧を行うだけの能力はなく、治安判事は、暴動を放置するか、あるいは、軍の治安出動による多数の犠牲者を容認するかという深刻な二者択一を迫られることになり、新たな治安対策が急務となった。この情勢を受けて、1822年に、 内務大臣に就任したロバート・ピールは首都警察の創設を提唱し、一度は挫折したものの説得工作を進めるとともに、法案自体も全身的に改定し、1829年7月、ついに首都警察法が成立し、ロンドン警視庁が設置された。警視庁はロンドンで行われた多くのデモ、暴動を無欠のうちに終了させ、国民に成功を印象付けた。 また地方部でも1835年都市団体法によって警察機構の整備が着手され1856年県及び市警察法によってイングランドとエールズの全域に自治体警察が設置されることとなった。しかしこれによって誕生した200以上の独立した自治体警察の間では人事管理や業務効率には実質的にかなりの格差が生じていた。 状況是正のため、政府は小警察機関の統廃合を施行したものの、地域住民からの反発が根強かったために父として進まず、第二次世界大戦を受けた1942年非常事件現法、戦後の1946年警察法によって、やっと大規模統廃合がなされた。その後も、1966年の全国的警察、統合計画、 また1974年の地方自治体再編成に伴う再編成が行われ、イングランドウェールズの警察は43組織に減少した。またスコットランドでは同様の再編成が行われた後、2012年警察、消防再編法に基づき、2013年4月よりスコットランド警察として一本化された。上記の通り、古来より地域の秩序、 平和を維持する責任は地域住民をののが負うべきであるという自治の意識が強く、組織的な警察機構には反発が強かった。このため、現代に至るも中央統制をできるだけ廃して、地方文献の理念に則っ,った自治体警察が原則となっているが、社会情勢の変化に伴って、これらの伝統理念を尊重しつつも、警察活動の統一化。 規模の拡大が施行されている。内務省は主事の国内問題を取り扱うが、警察業務については、警察制度の規格立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である、各種警察技術、警察行政に関する調整等を行う。また、内務大臣は、イングランドよび、ウェールズの地方警察に関しては、警察管理委員会及び、 警察本部長とともに警察の効果的、能率的運営、管理に責任を負っている。なお、スコットランドの地方警察に関しては、スコットランド大臣が同様の責任を負っている。中央集権的警察に対する危機感から内務大臣による警察への監督統制権限は弱いものであったが、社会情勢の変化に伴い段階的に強化されている。 その端緒となったのが1850年代中盤に設置された女王観察官であり、女王により任命された8名の観察官を中心として内務省の不設機関として観察官室を編成している。これらの観察官は、ロンドン市警察を除くイングランド・ウェールズ及び北アイルランドの全警察について、その業務実績、能率等を監査して、 内務大臣に報告することとなっている。スコットランドについても、スコットランド大臣の指揮下に、同様の女王監察官が設置されている。また、1994年の警察、治安判事裁判所法により、地方警察は、内務大臣及びその指示により警察管理者が、策定した実施目標によって活動することが定められた。国家犯罪対策庁従来、イギリスには、 国が直轄する犯罪捜査機関はなかったが、重大犯罪の捜査については、各地方警察の本部長が警視庁に応援を求めることができた。その後、犯罪の広域化、スピード化に対抗する必要から、1992年には組織犯罪対策部局として、中央犯罪情報局が、また1998年には既存の管区、犯罪捜査隊を、 統合改変する形で中央犯罪捜査隊が設置された。2005年、これらを中核として他の部局の関連部署を統合する形で重大組織犯罪局が設置された。これは予算は内務省の枠から支出されているものの政府の直属機関ではない独立組織である政府外公共機関であった。さらに2013年には非内閣構成省庁として 国家犯罪対策庁に増強改編された。これらの機関はアメリカ合衆国の連邦捜査局になぞらえて英国版 FBI と称されることもある。国境部隊移民、難民とこれに関わる犯罪の増加に対応して2008年内務省の関連部局を増強改編する形で外局として国境局が設置された。しかし外局としたことで かえって組織の効率性が低下していることが問題になり、2013年に再度の組織改編がなされ、事務部門の大部分はビザ及び入国局と入国管理執行局として、再び内務省の内部部局に組み込まれた。そして、法執行などにあたる実施部隊は国境部隊として内務大臣の直轄指揮下に入った。国境部隊は42メートル型カッター4隻を、 含めて5隻のカッターを用している。これらのカッター隊は税関から冷蔵外された監視艇隊を起源としており、港湾等での臨戦審査や密貿易監視のための沿岸紹介のため365日24時間にわたって30分待機の体制を維持している。シティオブロンドンを除くグレーターロンドン一円を管轄するのがロンドン警視庁である。 その他の地方警察とは異なり、内務大臣が警察管理者となっていたが、2011年の警察改革及び社会責任運法によって警察管理者制度が原則廃止されたことから、2012年には新設された市長公安室がその業務を引き継いだ。警視庁は首都であり、国際都市であるロンドンを担当する地方警察であるとともに、 国の公安に係る事案や、王室の関係者、施設の警備、外国政府関係者、関係施設の警備など特殊な業務を負っている。その特殊性から、主張である、警視総監は閣僚に次ぐ栄養を担うほか、警視総監、副総監及び総監補は、内務大臣の総勢によって女王が任命することとなっている。また警察官一人当たりの負担人口は、イングランド及び、 ウェールズの地方警察の平均が457人で、あるのに対して、警視庁では273人となっており、これらの付加的業務のための人員が多く割かれているのが特徴である。初代本部の所在地から、スコットランドヤードとも呼ばれる。シティ・オブロンドンには、ロンドン証券取引所やイングランド銀行、ロイズ本社などイギリスの商業、経済、金融の中枢機関が集中しており、 重要な金融センターとなっていることから、経済犯罪が問題となる。また夜間定住人口は、約4000人に過ぎないにもかかわらず、昼間人口は60万人にも達し、境外な地区に多数の人間が移住することから、交通渋滞や各種事件事故も多発している。このような特殊性や、歴史的な独立性を考慮して、 クレーターロンドンのその他の地域とは別に、してのみを管轄する警察組織として、ロンドン市警察が設置されている。警察管理者は、建前上は、市議会実際には、市議会で選出された常任委員会である。市警察の長も、警視庁と同様に、警視総監と称されており、社会的評価の高さを表している。警視総監は、人事、 警察業務の処理を一任されており、警視庁や他の地方警察よりも広い権限を持つが、一方で、警視庁の警視総監のような治安判事としての、権労はなく、地方警察本部長のような警察官としての、権労もないため、司法警察という面では限られたものとなっている。イギリスでは、地方自治体単位で、組織されている地方警察が、 一般警察活動に当たっている。2012年度までは、イングランド及びウェールズには43個、スコットランドには8個、そして北、アイルランドに1個の地方警察が設置されていたが、2013年度より、スコットランドの警察組織は一本化された。イングランド及びウェールズイングランド及びウェールズでは、関係地方自治体ごとに設けられた警察管理者が、 警察の維持管理に当たってきた。これは、地方議会議員、治安判事及び有識者からなる合議体であり、政府の承認を得て、警察本部長、本部長補の任命や定員上限の設定、施設、整備品などの地方警察行政に当たっていた。その後、2011年の警察改革及び、社会責任運法の制定によってこの制度は原則、廃止され、 警視庁以外の地方警察では公選の公安管理官がその業務を引き継ぐとともに助言と監視のため公安委員会が設置された。また2017年警察及び犯罪法によって消防活動も警察本部長の管轄下に入ることになった。なお警察教育は内務省の機関によって行われており、初任者教育は6カ所に設けられた警察教育センター。 幹部要請は警察大学校が担当している。警察本部長は地方警察の長であり、警察の能力、能率等に関して責任を負い、警察管理者に対して年次報告書を提出する。また政府はこの報告書の副写の提出を受けるとともに、上記の女王観察官の観察によって警察機能を確認している。各警察本部では通例、 本部長、副本部長の他に数名の本部長が配置され、それぞれ若干の部、課を用して、刑務や刑事、地域などといった警察業務を担当している。また下部組織として、警視庁を所長とする警察署が設置され、さらに主任警部を長とする文書が付置されている。上記の通り、現在、イングランド及びウェールズには、ロンドン警視庁及び市警察を除けば、 夏季の41個の地方警察が設置されている。スコットランドスコットランドの警察組織は、基本的にはイングランド及びウェールズと同様で、再編期を経て、1990年代には8個の地方警察が設置されていた。しかし、内務大臣ではなく、スコットランド大臣に監督されており、また警察大学校や機動捜査隊を共同で運営するなど、 やや独立性が強い面があった。また警察管理者はイングランド及びウェールズとは異なり議員のみで構成されていた。1996年4月より警察管理者の業務は新しいスコットランド議会に統一された。そして警察機関についても2012年の警察消防災変法に基づき2013年4月より スコットランド警察として一本化された。北アイルランド北アイルランド問題を考慮して、同地の警察機構は、ブリテン島のものとは大きく異なり、単一の警察組織が基本とされている。イギリス併合時代のアイルランドの警察機関であった、王立アイルランド警察隊は1922年のアイルランド自由国の成立とともに解体され、北アイルランドの警察機関として新設された。 王立アルスター警察隊に引き継がれた。警察管理者は北アイルランド担当大臣が任命する委員長とされていた。また2001年11月には北アイルランド警察庁に改編された。警察官一人当たりの負担人口はイングランド及びウェールズの地方警察の平均が457人、不可的業務が多い警視庁でも273人であるのに対し、 ダックでは132人と極端に少ない。これは IRA 暫定派のテロなどを考慮したものとされている。特殊な施設を担当する特別警察として下記のような機関が設置されている。警察官の階級は基本的に警察規則ないし、これに準じる規則により規定されており、これ以外のものを設置する場合には担当大臣の許可が必要となる。下表のうち、 太字の階級が基本とされている。バッキンガム宮殿を警備する牙、警官自転車警ら中の警官短期間銃で武装した警官イギリスの警察では、私服勤務を原則とする警察官による犯罪捜査部門が設置されている。各警察本部の刑事部のほか、各警察署にも刑事が配置されている。警察署の刑事は、人事面では警察署長の管理下にあるが、 捜査活動は本部刑事部の統制下に置かれている。刑事は制服警官の中で犯罪捜査の適性を備えていると認められた者からの志願者である。一度刑事として選任されると制服警官との間では人的交流は乏しく、給与は他部門の警官よりも一階級上相当とされ、階級も警視庁より下では刑事警部など刑事を冠して、 他の部門と区別されている。公安警察イギリスに得意な警備警察事情としてアイルランド問題がある。クロムウェルのアイルランド侵略は近代的警察機関の成立以前の出来事であり、18世紀末の反乱への対応なども国外植民地としてのアイルランドでの対反乱作戦であり、警察機関の関与は乏しかった。しかし19世紀にはフェニアン島による 破壊行為などが問題となり、警視庁にまで爆弾が仕掛けられる騒ぎとなった。このことから、1883年、警視庁内に、アイルランド特別部が設置された。同部は非常な成果を上げたことから、1886年には、部門名から、アイルランドが外されて、特別部となり、ビクトリア女王の在位50年祝賀式の警備や、外国人無政府主義者の取り締まりなど、 総合的な公安警察へと発展していった。アイルランド独立戦争を受けた1921年の AI 条約の締結後も北アイルランド問題は残存し警備警察の重大問題であり続けた。また1970年代には IRA 暫定排外にも怒りの旅団などのテロ攻撃が問題となったことから対テロ作戦に潜入するテロ対策部も設置された。これは 警視官を長としテロ事件捜査を国家レベルで調整する権限を持っていた。1986年には、専門業務部制度の発足に伴い、特別部は SO12、テロ対策部は SO13 に改編された。2005年、これらはテロ対策司令部として、統合改編された。また、警察機関以外に、内務省直轄の保安局は、英国本土、 外務、英連邦省の秘密情報部は国外においてテロ活動関係を含めた情報収集を行っている。武装要員イギリスの警察では警察官が武器を携行することでかえって犯罪者の武装を誘発するという観点から伝統的に非武装が施行されてきた。重武装の犯人逮捕に向かう場合に銃器を携行することはあったが、これも射撃の上級相手に限られていた。 しかし1966年8月、3人の私服警官が強盗犯人により虐殺された事件を受けて、武装強化の必要性が意識されるようになった。これを受け、まず1966年12月、ロンドン警視庁に重機部が創設された。その後、警視庁内の体制改編とともに、専門業務部、中央業務部、専門刑事、業務部と、 順次に改変されている。地方警察でも同様に重機部隊などの部隊が設置されている。ロンドン警視庁に習った武装応奨者も普及しており、1993年末の時点でイングランド及びウェールズの43個の地方警察のうち33個が ARV を運用していた。2000年代に入ると、 ロンドンオリンピックを控えて警備力強化が進められるようになり、2009年度末の時点で重機傾向許可を持つ公認移手は6868名まで増強されていたが、その後は緩やかに減少し、2014年度末の時点では5875名となっていた。対テロ作戦は、特にグレートブリテン島では SAS などの軍部隊に委託することが多かったが、 欧州におけるタイテロ戦争の激化を受けて、2014年より、警視庁 SCO19 を端緒として、タイテロ専門移手の制度が開始され、独力での実力行使にも対応できるようになった。またシャルリエブド襲撃事件を受け、上記の公認移手現象を補う意味も含めて、2015年より、警視庁の集団警備力にあたる SCO20 の、 機動隊の重機運用能力が拡充され、SCO19 を保管する支援部隊としての役割が付与された。そしてその後のパリ同時多発テロ事件を受けて、2016年には鉄道警察、民間各施設保安隊、国防省警察といった特別警察組織の武装要員を一元的に統合運用することで、全国規模の対テロ作戦部隊を設置する計画が、 発表された。ウィキメディアコモ Commons には、イギリスの警察に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。